太平洋に面する高知県。その中でも日本最後の清流と呼ばれる四万十川をはじめとした綺麗な水質に恵まれているのが波多地区です。この地で栽培されているイチゴ大きみは一般的な収穫量のおよそ3分の1という高級イチゴです。大きみの栽培に地域一体となり取り組んでいるのが JA 高知県中村支所大きみ部会です。やっぱり大事なのは土ですね。降雪よりはやっぱりこの土の力というか、根の張りも全然変わってくるし、微生物が活性できるように有機物なり入れながらこだわってやってます。7つしかつかないぐらいのやつを3つから4つぐらいに適化して、その分やっぱり大きくはなるし糖度も乗ってくると思います。大きみの平均果汁は 20g 以上。豊かな香りに甘みと酸味が調和したみずみずしい果汁が口の中に広がります。もう最終的にはもうね、高知県のブランドとしてなるような、日本中だけじゃなくて世界中の方に、たくさんの方に食べていただきたいです。うまい。 JA 高知県中村支所大きみ部会の大きみは今年も最高の実りです。だから日本のイチゴは美味しい。